皆さんこんにちは、マサでーす。感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、ガチャやってきました。ガチャ、今回はちょっと趣変えてね、皆さんあれやり、たまにっていうかね、あんな触ってますかね、あのスクイーズ系のなんかあのグッズとかね、よくあるでしょ。よくそれから伸びるみたいな人形とかね、あと触って気持ちいいやつとかね、たまにそういうのもやってみようかなと思ってね、そういえばそういうのいいやつ持ってなかったなと思って、あれ結構ねストレス解消とかもなるんですよね、キュッキュッキュッと触ってたらね、それでねいいのを見つけたからやってきました。ドンと感じでね、こちら、もちらっと見えてるような感じなんですけどもね、これねちょっと可愛いっていうかね、キャラクターもんじゃないんですけども、こちらあれどこにあったかな、ちょっと見えないようにして、何がで、多分ね、あんまり種類はなかったんですけどもね、これね、ちょっと可愛い感じのね、おにぎりにぎりっていうのがあったんですよ。にぎにぎ、おにぎり、小鳥。小鳥ってどういうことかな、よくわからないんですけど、あ、だからこういうおにぎりのね、食べられませんって書いてますけどもね、茶飯、ね、奈良は茶飯っていうか、茶がゆが有名ですけどもね、なんか書いてあるの、なんか、シナモン、なんか細かくすぎてちょっと字が読めないんですけどもね。あとオムライスとかね、あとは塩おにぎり、梅干し、あとは桜伝ぶ、甘いやつですね。これがなんか、これは何、お米の種類かな、違う、これは鳥、あ、小鳥とおにぎりが絡んでるんですね、これ。だからこれちっちゃいけど、これ鳥の名前書いてるんですね、これ。これはシナモン文鳥。これはオカメインコ。これはシマ、あ、か、かわいいやつですね、これ。シマエナガ。これがシロ文鳥。こっち、これが秋田かインコ。まあ、そんな名前のやつです。てか、僕、おにぎりのやつと思って、だけのやつかなと思ってやってきました。なんか、スクイーズっぽいやつな、ないかなと思ってね、やってきた。あ、またエイルさんですね。前後種で。でね、この後ろはこのままでいつもの小難しいことと、まあね、注意書き。って感じなんですけども、それでね、まあ一応、まあこれ、まあ、ピンクがね出たからね、多分これ、これだな、桜伝舞だな、これ。これね、やりましょう、ドンって感じ。これね、スキーズと思うんですけどもね、あ、これね、触って気持ちいいですよね。で、これ、あまり触りすぎたら、これね、だんだんね、手垢で汚れてくるからね。この茶飯とかやったらね、良かったんですけどね。まあ、どれでもいいんですけども、このね、一番読みず、あ、ここもうまいこと、あれですな。足になっててな。ただのおにぎりかなと、だけな、スクイーズかなと思ったんですけどね。こういった気持ち、とっても気持ちいいよっていうか、ガチャガチャね。皆さんもね、こういうやつも、一つか二つぐらい持ったらね、たまにはストレス解消になるからね。別に僕はストレス溜まってるわけじゃないんですけどもね。これからまたどんどんね。まあもしかしたらストレスが溜まるかもしれないからね。これをガチャガチャしてきました。こういうね、たまにも可愛い系のやつも僕なんかね、柄に合わずやってくるからね。こういうのもね、またね、ご紹介したいと思います。はい。にぎにぎ、おにぎり、小鳥ってやつですね。にぎにぎおにぎりってね。そして今回のね、吉岡里帆ちゃんなんですけども、こちら、掃除してますね。大晦日の掃除っぽいですね。こう冬の、この庭の掃除してるね。こういう里帆ちゃんがね、いてるんですけども、これも今回、これ後ろやねんな、これもう一枚な。結構、あ、これ後ろもなんか、掃除してるリホちゃんみたいな感じですね。なんか人妻が掃除してるような感じでね、こういう奥さんならね、嬉しいんですけどもね、こういう日本家屋を掃除してるリホちゃんって感じなんですけども、こっちあんまり映ってないからな、こっちから見ようかな。
奥さんがいたらよろしいと思うんですけどもね、うん、こういう風に見つめられながらね、うん、僕もこういう掃除そう庭の掃除をしてるって感じでね、うん、僕は今回は庭の掃除じゃないんですよね。今回の前のね第2弾、うん、あれね全然進んでないんですわ。掃除こっち側のこの棚掃除作戦、うん、ね、まだこっち側もまだ妻ともまだしね、上でね、まああとは左側のところはあと全部出したやつをね今度出してきました。こちらどんな感じでね、うん、こちらね、まあ、ジェイソンみたいなマスクのやつもいてるんですけども、うん、これはね、まあ、同じ高橋宏先生の、この、キューピー、このね、キューピーっていうね、吾妻亮っていうね、こういが主役、こうまあ、準主役かな、もう一人のやつが、キューピーっていうやつが、まあ、主役なんですけどね、坊主頭の。うん、まあ、だけど、こういうね、この吾妻亮ってやつが好きでね、これ集めてたんですけども、うん、これはね、敵対するね、うん、スモークスっていう、まあ、敵キャラなんですけども。そして、まあね、それ、吾妻亮っていうね、これは戦闘シーンのバージョンのやつだな。うん、第一弾ね。うん、まあ、これはさっきの、これはね、どっちかというとね、不良漫画、喧嘩漫画っていうよりもね、まあ、ちょっとね、殺し合いが入ってくるような、そういう、ボット、だからバイオレンスの感じのね、漫画なんですよね。うん、そして、この吾妻、寮の友達っていうか仲間になるのがこのね、2人が2人で一緒に行動するね、トム&ジェリーっていうんですけどもね、名前かわいい名前とはねかけ離れてね、ちょっとね、まあこいつらもまあね、うん、まあ闇の組織とか、まあ、のそういう風なキャラクターなんですけども、こっちがトムなんですよね、こっちがジェリーっていうんですけどもね、うん、まあそしてその後まあね、こういういろんなね、こういうスモークスっていうやつらとね、戦ってね、まあ、命の取り合いみたいなしてね、うん、そしてまあ、ほどに伴って後ろのこういうメンバーもいてるんですけどもね、うん、まあ、これでね、キューピーのフィギュアはこれ全部かな、うん、そして、その後のキューピーっていうので、出てくるのがこの、ちょっとね、もう、白装束になったこの吾妻亮と、これがトム。トムもこんな風になってね、ジェリー、ジェリーがこれがその後のジェリーって感じなんですけども、こういう風にね、物語もこれでが終わっていくって感じなんですけどもね、うん、最後はね、これはね、反射的に乗っていくんかな、これは最後。どうなってたかな、これ。詳しくもう忘れてしまったんですけどね、これはまあ、とかっこいいからね、のけてるんですけどもね、これね、だからこれナイフが本当あったんですけども、さっきちょっと取れてしまったからね、どっか行方不明になってしまったんですけども、トム、あ、これがトムですね、はい、ジェリーですね、ジェリーはあんまりちょっと、まあ、ちょっとおしゃれな感じなんですけども、まあ、こういうのがね、まあ、まだ第2弾的にね、出てきたからね、まだまだ片付けやなあかんねんけどね、うん、まあ一応ね、片付ける前にね、ご紹介していこうかなと思って、これもね、僕の方に片付いてしまうからしまうかもしれませんからね、これもね、このタトゥーのあれかでもね、うまくすごく上手に作ってあるんですよね、これ。これでも当時だから500円か400円かな、そんなもんですからね。だからね、昔のやつはね、まあ値段上がってるのはね、仕方ないですけどもね。こういうのがね、いろいろまだ出てきましたよって感じなんですけども。これもね、まあね、リサイクルショップ持って行ってもね、そんなお金ならへんからね、まあ置いとこうと思ってるんですけども。今日のリホちゃんとね、今日は掃除してるリホちゃんをね、ご紹介してるんですけども。よいしょ。あと、りほちゃんアップにならへんかな。ビューンって。りほちゃんアップね。お、こっか、アングルですな、これ。まあ、ジェリーとね、りほちゃんって感じなんですけども。それでね、その他にもね、なんかね、この掃除したらいろんなものが出てきたんですよ。このエヴァのね、このシールかな。表に戻そうか。エヴァのシールやな、これ、多分。2号機だぞ。これいつのやつか分からないですけどもね。でね、これは、奈良のね、これ平成30年のこの、なんか知らんがパンフレットが出てきました。これ航空自衛隊奈良基地祭のね。だからコロナでね、しばらくやってなかったからね、もう去年あたりからもうやってんのかな、もう。基地祭ね。
皆さんの近くにもこういう施設あったらね、そう、こういうお祭りとかね、交流会みたいなのあると思うんですけどもね、うん、その時は、ね、こういうね、飛行機が飛んだりするんですよね。それで中はね、こういうようになっててね、まあ、売店でいろんなグッズが買えたり、模擬店があったりね、ここで出るね、佐世保バーガーがめっちゃ美味しいんですよ。僕も何回か行ったことあるんですけどもね、6月ぐらいだったかな、確か。6月だけどね、とてもね、着ぐるみを着たキャラクターがね、この会場内をうろちょろうろちょろしてるんですけども、その頃になったら、この売店とかもすごいキャラクターグッズとかね、この基地祭の記念品とか買いに来られる方がたくさんおられるんですよね。それでもう一個奈良でね、今これ言う、これね、多分今度星野リゾートはこの奈良少年刑務所、これをここね、これ今でもあんまり外観あんまり変わってないんですけどね、工事してるとは言いながら、これなんか基地祭のこの、まあ、これもらったやつが出てきましたね。これもちょうどこれ僕の誕生日の時にやってたんですね、9月6日ね、6日7日ってやって、芸能人の方が来られてたりね、たまにそういうのがあったんですけどもね、これもなくなってね、まあ星野リゾートさんのホテルみたいになるみたいなんですけども、まあね、そういう風に奈良も変わっていくんですけども、という感じで、そういう感じで僕もね、自分の部屋を変えていかなくちゃいけないんですけども、今一向には進んでないんですけどもね、またね、綺麗に片付いたらね、またいろいろかね、変えていこうと思いますって感じで、まあね、いろんなね、キャラクターいてね、皆さん、ちんぷんかんぷんだ、知らない方はちんぷんかんぷんだと思うんですけども、これもね、なかなかよろしい、かっこいいでしょ。ということで、今回はね、吉岡里帆ちゃん、バイバイでお別れしたいと思います。はい、もう手振ってるみたいですね。バイバーイってね、外帰ってこないね。マサさんまだ帰ってこないかしらっていうね、こんな見てくるに思ってるのかなっていうふうに、こんなアホみたいな妄想してるんですけども、今回はこの辺でお別れしたいと思います。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。はい、ではまたね、バイバイ、スクイーズバイバイです。